だー。今回はお腹の出ている男性におすすめなアイシット腹筋を紹介していきます。もちろんお腹が気になる女性も一緒に行うのもありです。ちょっと辛いかもしれませんが一緒に頑張ってみましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回お腹引っ込めるのにおすすめなアイシット腹筋を紹介していきます。アイシットっていうとアルファベットの I の字を作る腹筋方法になります。よく V シット、こういうやつはね聞いたことあると思うんですが、アイシットの方が実はおすすめなんです。というのも止まった状態で腹筋を行いますから、息をしっかり吐き続けると腹横筋がしっかり鍛えられてお腹をへこませる力が身につきやすいです。そして男性ってやっぱり腹筋が好きですから、腹筋にもしっかり効く上部中部下部全部効くやり方になりますんで、一緒にたった5回でいいです。動画を見ながら頑張ってみてください。それでは紹介していきます。今回のポイントは息を10秒間吐き続けることで腹横筋、そして上半身と下半身の角度で腹筋の上部中部下部3つとも効かす方法になります。足を上げて上体を起こすんですけども、ここからさらにポイントがあります。普通にここから起き上がるとこういう感じになりますが、ここからさらに足を上に上げる感じで、ここがですね、お尻がもう3センチから5センチぐらい持ち上げることで下腹がさらに効くことができます。ですが真上に上がるパターンだと中部と上部に効きやすいので、この角度を少しこっちに持っていきます。この状態でできるだけ体をぐーっと、普通このぐらいなんですが、こっからさらにもう5センチぐーっとお尻と上半身で引き合う感じです。引き合う感じ、これで10秒キープ。これ5回あるだけです。めちゃくちゃ効きます。息は太く吐くとふーって終わっちゃうので、尖らせてふーって風船膨らます感じで息を長く吐いてください。10秒間、これをたった5回一緒にやりましょう。足の角度がこれぐらい、上体を起こしてこっから息吸って吐きながら、さらにお尻と上半身でお腹を締め合う、ぐー10秒キープ、5回やっていきましょう。さあ気合を入れていきます。それでは行きましょう、スタート。1、2、3、4、5、6、しっかり起きて、7、8、9、10、はい、吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、吸って吐いて、ラスト1、2、3、4、5、6、7、8、9。あはは、うおー、お疲れ様でした。いやー、たったの5回、これね、お腹にあんまり効かなかったよーって方はですね、もうちょっと足を上げる、お尻を浮かせる、そして手をもう5センチ遠くに持っていく感じで上体を起こしてみてください。めちゃくちゃ効きます。これを毎日5回でいいです。やってみてください。お腹が気になる男性、息をしっかり10秒間吐き続ける、これで1週間または10日ぐらいでウエスト 1,2 センチは確実にへこみます。そしてご飯食べたり飲み物飲んだりしてもお腹が出にくくなります。なのでしっかり10秒間息吐く、この腹筋をしていくことで必ずウエスト周りが締まってズボンが少し緩くなると思います。なので参考のためにウエストをまず測ってみてください。メジャーある方は測ってみたり、またはちょっと履けないパンツがある方はそのパンツが履けるのだったらもうウエスト締まってるって話ですから、そういった感じでぜひね、実感を感じてもらって、これを毎日続けてみた方はコメントください。今回は男性向けアイシット腹筋でした。もちろん女性もやってみたよって方はね、コメントください。各種 SNS も行ってますので説明欄からリンク見てもらって、インスタグラムなんかは最近結構アップしてるんでぜひ見てフォローしてもらって、そちらの方でもコメント待ってます。今回もご視聴ありがとうございました。